じゃあサクッと言っちゃいけないフレーズいこうか。言っちゃいけないフレーズはね、まずは一つ目、なんでてんてんてんでしょ。一発目これね、よくやってるよね。なんでできないのって、なんでそうなるのとか、これ多いよね。これもう最悪ね。なんでってできねえもんはできねえから、まずはこのなんでって子供言われてもできねえからできねえんだってっていうところになる。だから本当にこれ、あの公園とかでさ、隣でお父さんお母さんやってたりする、これ特にね、熱いお父さん、なんでそうなるのってよく言ってるんだよ。ああ、結構言いますね。これ絶対言っちゃダメね。なんでああいう風なことするの。このフレーズについてはね、そんなにね、あるわけじゃないんだけど、次ね、誰々と比べちゃダメ。誰々はこうしてるよ。これね、自分のね、子供の友達に対して以外でも、兄弟同士の比較もダメです。要するに比較ってことですよね。コーチも言うよね。誰々はこうしてるよって。で、その続きで、なんでお前はって聞くんだよ、大体。よく聞くパターン。もう必殺のフレーズですよ。ババンっていくの。まあね、これね、特にまあ技術的な話で、なんでは特にね、これ結構ご法度です。で、誰かこうしてるよって。ね。誰かがしてたって、俺は俺だからっていうところで、結構ね、これはね、まずなんて言っちゃいけないかっていうと、ただのモチベーション下げるにしかないんだよね。だから、もうこれ、なんでとか、誰がこうしてるよじゃなくって、アプローチの仕方、これね、一人一人のことでやっぱ違うんだよね、あと状況によってもね。特に子供のことを思ってれば思ってること言ってるんだけど、なんでって理由なんかないんだよね。特にうまく なりきんなで活躍しきんない子にこれ言うと大体ダメね。なんでとかじゃなくって、こううまく乗せてあげる、その子の親御さんであれば乗せ方って多分知ってるはずなんだよ。ただ一つ言えるのは、これができない理由は何なのかって、これが出ちゃう理由は何なのかっていうと、親御さんの忍耐なんだよね。また大人の忍耐の方が問題なんだよ。なるほど。とにかくここで我慢強く、どうやったらこの子は動くのかっていうのを見守るっていうのはすごく重要ね。で、または見守りながらももう一つやるとすれば、促すだよね。で、次に諦めも肝心ですよ。諦め結構大事なんだよね。諦め大事よ。この子はこの辺は向いてないんだな。で、今本当に例えば諦めって言ってもだよ、今まさにチームだとか、例えばリフティング、これやりなさい、例えばリフティングをなんでできないのね、誰々がこうしてるよって100回できるよとか言っちゃうんだよ、みんな。で、これに関してはだいたい投げ出すんだよ、これ。そうした時にだいたい、まあ親はだいたい切れるとかで諦めになっちゃうんだけど、ただ切れるはダメね。あ、でもね、場合によってはあり、その子がそれで怒られることによって促すの第一歩になって、で、もうそばにいるのやめちゃうとか、それだって一つのやり方だよね。放置するっていうね、放置ね、放置と諦めはね、まあ紙一重のとこかな。でもあえて放置して、あのどうなったかなってやっぱ見守るなんで、それが。なるほど。で、そこで何が出てくるか、例えば回数できてて嘘つく子もいるのよ。中にはこれで本当にやめないやつもいるのよ。ひたすらやってるやつもいるのよ。パターン分かれてくるから、そこで初めてじゃあなんて言ったらいいのってなってくるんだよね。嘘だったらそれはちょっとまずいから、ちゃんとね、ああ、そうやってごまかしちゃうんだなっていう、そこは悟さないといけなかったりするよね。そうですね。ね、そうやって嘘でごまかしちゃうと結局自分に嘘つくことになるよとかね。で、やめない子に関してはがむしゃらにやる根性あるんであれば、ちゃんと方法論の話まで出てくるとかね。または一緒にね、その動画見てみようとかって話にもなってくるわけじゃない。ただがむしゃらにやるんじゃねえって話になってくるんだよ。だこの辺で、なんでって言っちゃダメで、誰はこうしてるよって比較もしちゃダメで、そうした時にここでやっと初めてこの個性っていうのを出てくるんで、とにかくね、嘘ついちゃったらまずいよ。ね、でもできるようにもうちょっと放置ではなくって付き添ってあげないといけない子なのかな、こういう子はね。はい。で、やめない子に関しても、ただがむしゃらにやる根性あるんであれば、うまくその根性を、コントロールしてあげる。だから方向性をうまくやってあげるっていうのは大事かな。お父さんお母さんもこれね、忍耐っていうのはね、非常に大事なとこで、これがね、結局自分の子に関してはやっぱね、言っちゃうんだよね、ガーってね。これはね、わかるね。
このお父さんお母さんの親心なんだけど、知らず知らずにこうなんかね肩にはめようとしちゃってるというか、あの結局ねこれってなんでってこの辺が出てくるの、親の焦りなんだよね。だからこれね、子供たちで聞いてるんであればすごく理解してほしいのは、お父さんお母さんこういうこと言うのは人とある程度同じぐらいじゃないと本人嫌な思いどころじゃなくっていじめられちゃったりするから、それは親心してまずいと思ってるから、これは簡単に言うと親心なんだよ。だからねこれね、今日俺のチャンネルお父さんもお母さんもねやっぱ見てるから、またね本人たちね選手たちも見てるから、この辺をだから今日やったね、私だけじゃなくってね、あなたっていうところで相手の気持ちっていうのをお互い理解してない話になんねんだよって話になってくるんだよ今日の。サッカーっていうのは思いやりだどうだっていうのをちゃんとね持ってないとできないんだよね。そういった思いやりをやんないといけないのに、俺あ名指しで言っちゃうよとかだとボールコントロールばっかりさ、こうボールのコントロールに名前つけてさ、そこばっかり重点的にするからさ、結局相手のさ感情だとかそういった部分ないんだよ。まあだからあのスクールっていうものはあくまでスクールなんだよっていうね。だからね俺なんかもね、昨日もやったし今日明日も、ね、実際ね、やるんだけど、スクールっていうそのどっかのスクールと比較したところで何が違うんですかってよく言われるんだけど、何が違うって言ったらもうね、どっちかっていうと触れ合いの場というかサッカーの遊び方を教えてます。サッカーの記事なんかね後なんだよね。だって学校でさ勉強の仕方だけ教えててそれで OK なの、人殴っててどうのこうのとかねっていう話になってきた時、そういう場じゃないでしょ学校って、勉強だけする場じゃないはずでしょっていうところで、今の日本のスクールってなんかサッカーさえ上手くなればいいやね、もちろんお父さんお母さんそう思ってるの知ってんだけど、ただ本当それだけに良しと思っちゃう子が増えるといいことないんだよ。もっと言うと俺ら一緒にねサッカーやりたい選手がねすごく少ない、やりたくないんだよ一緒にボール蹴ってて、あの一緒に遊んでて楽しくないやつで増やされると迷惑なんだよね。ほらこれ言い出したほらね、選手出身、そうその通りなんだよ。だからもう俺典型例だと思ってんだ言ってる子だから、これが結局ほら一人称単数のボールコントロールが上手いからっていう、まあ大人に関しての評価はねされやすいのは確かなんだよな。やっぱ昔の選手ってどっちかってちゃんと遊んでるから、コミュニケーションだとか相手の気持ちだとかどうこうってやっぱ技術もね、技術は今の日本は上がってると思うんだけど、基本的な人間的な部分がねちょっとね弱いんじゃねえかなって気がするんですよ。だからこうサッカーをこう型にはめちゃうっていうのは俺はあんまり好きじゃないなと思うんだよね。俺も教科書はある程度必要だと思うんですよ。でもなんかこう型にはめてそれと大人の自己満で大人もそれの方が評価しやすいからね、すごくつまんねえなと思うんですよ。いやだから今ね楽しみ方っていうのはねどっちかっていうとね、近所でとかさ放課後でみんなやってるのは、まあ、そういうとこね、なかなか、今やる機会がないっていうのがねあるからさ、どっちかっていうと放課後の遊びのサッカーに近い場を提供したいなっていうのが今のスクールって名乗ってるところなんだよ。うちの場合はね先駆者のまあすげえシステムすげえなと思うんだけど、ちょっとだからそこと比較されたらまた全然毛色違いますよっていう感じです。うちはね楽しいコーチ、俺は楽しいコーチではないなっていうか、俺コーチのつもりがないんですよ。まずコーチっていうより、あのうちの理想としてはコーチではなくって先輩プレイヤーとしてのアドバイスとしてうちのスタッフはいてほしいなと思ってやってるんですよ。結局コーチっていうのは選手に対してコーチなんだよね。同じプレイヤーってこっち側なんだよね。肩を並べてみるのがこの先輩プレイヤーというかね、プレイヤー同士の目っていう形だと思ってるんで、俺ここの方がコミュニケーションはより密でしょ、言いたいこと言うし、こっちよりね。やっぱコーチって言った瞬間に壁があるんだよね。だからそういった意味では俺はコーチって名乗ってとか、俺指導者って言葉が好きじゃないのよ。指導者やっててよかったって、お前ヒットラーかって感じなんだよね俺がすると。なんか指導者ってこのふんぞり返った瞬間になんかちょっと残念だなと思うっていうところがなかなか難しいところなんだよね。まあライセンスはどうだっていうのはなくても誰でもね名乗った瞬間コーチって慣れちゃうから難しいところなんだけど、でお父さんコーチとかもねだから一生懸命教えようとするんだけど、一生懸命をもうちょっとね一緒に楽しむっていうスタンスがいいんじゃないかな。怖いコーチだとかいろいろ言ってるけど、中にはそういう方が合ってるって人もいるしね。自分でちゃんとそういった理不尽なところに行くっていう身を置くっていうのも一つありなんだとは思いますよ。これはね自分で選ぶこと、まあこんな感じかな。
明日はまた朝ね、明日朝9時はじゃあ判断力をつけるために継続すること。はい、じゃあまたね、バイバーイ。